今日はちょっとすっぴんで、すっぴんでーです。マスクしてたからここが赤くなってる。メスキ、こんばんは。一昨日公園で会ったばっかりなのにもう会いたくなってきた。嬉しい。こう、うん、パンもお花、休養日。そうだね。ハマチャさん、あとありがとう。あ、ひとみさんの曲はあの配信で、配信内で解決しました。パープル、パープル珍しくない？何回か来たことある、あるやつ。4日のアーカイブ見てきた。お、ありがとうございます。みんな気づきましたか？久々に iPad のiPad での配信ができるようになりました。実家から iPad が帰ってきました。イエーイ。似合ってますか？こんばんは。あ、花束ありがとう、ハマちゃん。そう、やけんちょっと iPad で配信できるってことやけん、ちょっと画角も一新しました。え、このパープルいい色、嬉しいんだけど。久々に夏だ、夏が始まるなと思って引っ張り出してきた。ねえね、チャートリ公演もあるし楽しみだね。そう、もう始まった、ちょっと早めに。髪の毛暗くしたよ、いつも通りだよ。通りで今まで少し違う気があって、ごめんなさい、嘘です、全然気づきませんでした。バン、こんばんは。今日はメイクをしてません。あったかい。そう、チャートリの公演でもパープルな衣装あるんだけど、でも確かにこんな感じのパープルかも。似合ってますか？パープル。昨日髪切ったしね、昨日髪切ったしって感じ。ちょっと寝癖が、寝癖がついてきた。ドゥン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 。ノーメイクも美しい、ほんまに。ちょっと今日は天然チークがついてます。こするとすぐピンクになります。こっちめっちゃ赤いね。こんばんは、天海海さん、レインボースター、ありがとうございます。こんばんは、ピカーン。あ、ライトの色がちょっと違うかも、いつもと。うん、違わなかったいつもと一緒だった。今日スーパーでイチジクゲットした。いいね、イチジク、フルーツがめちゃめちゃ食べたい。私はフルーツがとても食べたいです。こんばんは、月影さん、レインボースターありがとうございます。今食べたい果物第1位はパイナップル食べたい
パイナップル食べたい。その次はなんかベリー系ベリー系食べたい。いちごとかブルーベリーとか。すごい可愛いって。お、ありがとう。すっぴんにしては今日は漏れている。あ、いいね。ニンニクも食べたい。この服の色着てブドウちゃうんかい。ブドウはちょっとちゃうな、ちゃうな。いちご餅おいしそう、おいしそう。家で育ててるブルーベリー届けましょう。え、なんか家でブルーベリー育てとる人おるよね。てかさ、あのさ、育てられてるなんていう、冷凍じゃなくて育てられてるさ、育てられてるブルーベリーって美味しいよね。可愛いですね。ありがとうございます、ターくんさん。可愛いです、ありがとうございます。確かになんか今日ちょっとなんだろうね、なんかこのこれ、ここと青と紫の組み合わせって意外となんか看板どっかのさ、なんかどっかのお店の看板とかで意外とない組み合わせ。お、青紫、最近ユミナみたいに靴下の色で履いたって。え、意外となんかいいあれよね、なんか仲間の色っぽいけど、こんなに仲良くなれると。しかも多分この今の髪の長さがちょうどいいんだと思う。まさにブルーベリー、ミニボブってやつですね。ミニボブです。いい長さ、ありがとうなっちゃんの陣中ね。これってさ、ここってさ、人中っていうんかな、人中っていうんかな、なんかどっちも呼び方あるとか言うよね。そう、私ここの溝を深くするっていう一発芸があるんですけど、ちょっと惹かれてしまうので家族にしか見せれませんえ、汗たまったことない。私あんま代謝が良くないから汗かかないんだよね。かわいい、かわいい。人中好きなの。私結構濃ゆい。あ、めっちゃ思い出してくれてありがとう。浴衣を選ばなきゃそれクラコンで見たよって。クラコンでやったことないです、残念ですが。やったことはないです。いいなー、こっち汗だらけーって。こっちは汗だらけ、いいなー。でもなんか代謝がいい人ってさ、めっちゃ汗かく人って肌綺麗じゃない。なんか多分さ、こう滞りがないみたいな私はね、決まりました。決まってるので、あとはあの送るだけです。昨日ちょっとちらっと配信で言ったやつにしようかなって思ってるそうしようと思ってるよ。私の陣中でもね、これなんか昔は濃くて嫌だなって思ってたけど、なんか今見たら可愛くない、山みたいな、富士山。私の富士山唇を構成してる一番のものはこの人中です。双眼鏡で見てると汗がものすごいメンバーいるね。待って、昨日あれだね双眼鏡で公園見てた人だね。分かったよ双眼鏡で公園見てた人だね。分かったよ。じゃあ次は
いつもこうね、おお誰だろうって思いながらこうやっちゃうけん、いつも私が見るとき。でけんさん顔がね、顔が見えんのよ。え、そう、私の、あの、確かに私おでこも富士山だから、おでこも富士びたえ、富士びたえなので、私は二富士私の顔面には二富士います。そう、ベジータとも言う。でも女の子はおしゃれに言うと富士ビターへって言うらしいよ。縁起よ、縁起よさげー。こんばんは。梅雨入りしてるけど体調大丈夫ですか？大丈夫じゃないかも大丈夫ではなさそう。タタタタタタタンタンタタタタタタタンピョーントゥントゥン。双眼鏡にマスクだとそうだよね、顔見えないもんね。クリリンってどんなキャラクター？わかんない。画面上には、いや違う、ニスビーニスビって何？ニスビじゃない、違うわ違うわ。ニフジ、ニフジ、ニフジ、ニフジ一ナスビ、ニフジ一ナスビです。タカはこうしとったら、私がから帰ってきてからめっちゃ化粧水が合ってるのか肌の調子が良すぎ。ダンっていうからダンジュームのかと思いましたまだ15分になってないのでね。でももうすぐかも、もうすぐかも。みんな今日も一日ありがとう。わからん、まだあるか。よさげ、もう早くみんなに紹介したい。あのエステ体験のところで、そのエステの先生が開発しとるあの化粧水とかが日本でも買えるっぽくてそれをいただいたんですよ。絶対なくなったらまた買いに行く。今日も一段目頑張っておきます。よろしくお願いします。私はもうすぐに寝ます。もうすぐに寝たいと思います。針、なんか針ってなんかすごいさ、ボボボボボってハリネズミみたいになるやつでしょ。あれちょっと怖くて無理ですな。人百科さんのイベントです。ウォータン、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 チベット砂ぎつね。こんばんは、田辺です。え、本当に楽しみ。美人百科楽しみにしててね、みんな。あの最低、あの、見るよ、見るよ、お家に飾るよ、保管よ、まあ最大最あのとりあえず3冊は必要やなとりあえず3冊は必要やな。みんなもそう思わないめっちゃ可愛く撮影していただいたんで、みんなにいっぱい目で欲すんだそう。で、あのね、あのそういうね、なんてファッション雑誌って、ファッション雑誌ってなんか一番最後のページぐらいに、最後の方のページぐらいになんかアンケートがあって、アンケートがあって、なんか良かったページとかをなんかこうに投票できるんですよ。でそれが次回の GO にその
一番に選ばれたのはこのカットみたいなのが載るんですよ。だから読者アンケート、そう読者アンケートってやつ、それめっちゃ、そしたら次も来月も載れるけん、ぜひぜひ私への思いの分よかったら。新百科さんです、よろしくお願いします。見て、だんだん髪の毛がさ、見てこれウルフカットの、ウルフカットのさ、ここがね、もうウルフの名残がここまでになったの。でも美容師さんにさ、すごいいい感じに今流行りのさレイヤーっぽくなってるから残しちゃおうよって、そのままにしてます。まだ発売日は未定です。なっちゃんにじゃあ自由レギュラーやってほしいな、やってほしいなって。え、ね、表示出んかったくない、出た15分って表示出た、私が超見逃してたかも。誰も見てないという、誰も見てないという、あ、出た、わあ気づかんかったや。では対戦最後の壇上を読んでいきたいと思います。13位カルカンさんありがとうございます。12位スーパーアニモさんありがとうございます。11位ウアンさんありがとうございます。10位アキさんありがとうございます。9位ホソさんありがとうございます。8位月影さんありがとうございます。7位おいもちゃんありがとうございます。6位リチャさんありがとうございます。5位秋吉さんありがとうございます。4位しげさんありがとうございます。3位ジトクさんありがとうございます。2位ひろし BKK さんありがとうございます。そして第1位電化会さんありがとうございます。ありがとう。あ、壇上が変わった、変わりまして13位中澤さん、12位カルカンさん、11位西村さん、10位釣りバカ星人さん、ごめんな、9位リチャさん、8位秋吉さん、7位しげさん、6位ちとくさん、5位ひろし BKK さん、4位おいもちゃん、3位うあんさん、2位月影さん、そして第1位電化会さん、ありがとうございます。それでは今日も最後のあっち向いてホイをしていきたいと思います。それではいきますよ、せーの、あっち向いてホイ、上、ありがとう。ではお休みの挨拶をしましょう。私がおやーと言ったらすみーと返してください。それではおやーん、おやーん、